Thank you so much for watching. では、New Horizon 3年生、Unit 6, Page 90 to 91に入っていきます。Beyond Borders ということで、もうこれが最後のユニットになりますね。国を越えて助け合う大切さを知り、自分に何ができるのかを考えるということで、まあ、中学校3年生の、皆さんがね、社会でも勉強していることも合わせての内容になっているので、ちょっと難しいかなと思いますが、ここで習うのは、ね、簡単に言うと、もし私が金持ちだったら、私は世界旅行をするのに、みたいな文章です。はい。これがここで習う、文章になります。それでは、91ページの C1 では、まずですね、この I wish っていうのから、勉強していきますね。I wish っていうのは、現実とは異なる、こうであればいいのになという、願い。これを伝えたいときに使う文章になります。で、Scene 1. What does this campaign do? ということですね。このキャンペーンは、何をしているんですか？どんなものなんですか？ということが、まあ、クエスチョンに入っています。さあ、それでは、It's time to close your textbook and try to listen and copy what you listen. Okay, here we go. School backpacks travel overseas.I wish I could go to school. I wish I had pens and notebooks. Children in some parts of the world feel this way. We are running a campaign to help them. Send us unused school supplies and we will give them to those children. You can also donate your old school backpack. It can have a new life overseas.It's time to open your textbook to see page 91. もうこのね写真を見て今何回かこのね、英語を読んでなんとなくこのバックパックっていうのが聞こえたかなと思いますね。そしてこの子たちを見ると Look at those children who are smiling to the, you know, the photographer. 多分この写真を撮ってる人にすごく笑っているんですけれども、Do you think they look happy? Yes, of course. They look so happy because they have their own backpacks. Maybe to go to school. はい。学校に行くためのこのね、バックパック、特別なバックパックが日本から届いているっていうあのエピソードになっていきます。それでは、キーセンテンス19に入っていきますね。まず、ここで習うのは、仮定法というものですね。何々であればいいのに、I wish I were rich っていうのが、私がよく教室の子供たちに伝えるんですけれども、I wish I were rich っていうのは、私は、お金持ちではないんですね。でも、私がお金持ちだったらいいのにっていうのが、この I wish の後に来ている文章になっているんですけれども、ちょっと見ていきますね。まず、キーセンテンスの一番上にある I can't go to school という文章がありますね。これはもうみんなね、全然わかりますよね。can't になっているんですね。私は学校に行くことができないっていうことですよね。で、今日習うこの I wish っていうのがここに入ってきますね。I wish。I wish っていうのはこの子がそうだったらいいのにっていうふうに思っていることなんですね。で、このそうだったらいいのにの I wish の後っていうのはここの説明にもあるようにであれば良いのにと現実とは異なる願望を表している時に使われるということなんですよね。なので I can't go to school 学校に行くことができないでも学校に行けたらいいのにという文章の意味がこの後ろに来るっていうふうに考えるんです。そうするとここに入ってくるのがこの can't っていうのがなんと何になるかというとここですね、オレンジにしますね、 could というふうになってきます。これ can't が could になってるから can't っていうのは can not ですよね。行くことができないね、でもこの願望を言ってる子っていうのは行きたくないわけじゃなくて行きたいんですよね。なのでこの文章 I wish できたらいいのにっ
ると行けたらいいのにっていう風になっているんです。だからこのキーセンテンスは上の文章は実際には否定文で行けないんです。行くことができないって言ってるけど、2番目の文章っていうのは夢の中でも行けたらいいのにということで could ですね。could go to school というのはここはもう変わらないんですけれども、このここになんと can ではなくて could が来てる、ここがポイントですね。 can ではなくて過去形の could が来てるっていうことですね。はい、ということです。で、これはもう多分学校の先生も言ってると思うんですけれども、過去形というのは、過去っていうのはみんなね、現在に対して過去っていうのは今とは関係ないっていうのでやってきたんですけれども、この助動詞の過去形っていうのは、could you っていう時ね、もう3年生なのでやってますけど、can you open the door? ドア開けてくれるって気軽に言うのと、Could you open the door? ドアを開けてくださいませんかっていうふうに言うのとでは、この丁寧さが違うっていうのを習ってると思うんですけれども、過去形を使うっていうことは、その、この気持ちにもうちょっとこう控える感じの、その、ニュアンスが加わるっていうのをね、学校の先生が多分言ってると思います。日本語の敬語だと、ドア開けてくれるっていうのが、Can you open the door? に対して、あ、ドアを開けてくださいませんかっていうのが、Could you open the door? っていう感じになるんですね。日本語っていうのはもっと複雑で、敬語の中にもまた尊敬語、謙譲語とか、こう、いろいろ丁寧語とかあるので、英語よりもね、もっと複雑なんですけれども、勉強するとね。でも、英語っていうのは、この過去形を使うことで、自分のその率直な気持ちからちょっとだけ距離を置いてそのことを表現したりお願いしたりすることができるんですね。なのでこれもこれ can を使ってしまうと実際にできるっていう意味で相手に聞こえてしまうんですけれども、この could っていうのを使うことによって I wish I could go to school but I can't っていう後ろに but I can't でもいけないんです、残念っていうような感じの文章が続くっていうニュアンスが伝わります。なのでこの後ろには could を取る過去形ですよっていうふうに言われて、過去形なんだってもちろん覚えることは大事なんですけど、なぜ過去形が来るかっていうと、これはまさに could you open the door please っていう、この could you っていうお願いできるっていうぐらいこの相手に対して距離を置いて、ね、何かちょっと何かお願い事をするっていう時のこのニュアンスがこの I wish I could の中にも出てるんですね。この could っていうのはこの私にとって距離があるんです。できるということから距離がある、つまりそれは夢ではそういうふうにできたらいいなと思ってるけど実際無理なんだよねっていうニュアンスを伝えたいので、これは過去形を使わないとそのニュアンスが伝わらないんですよね。I can になっちゃうと I can でできることになってしまうので、だってできないって言ってるんだから学校に行けないって言ってるので、そういうことになりますね。さあ次の文章ですけれども、ちょっとここだけ一瞬消しますね、下が書けないので。 I don't have ですね。次もやはり事実はこれですね。 I don't have、事実は I don't have pens and、 この事実、今の現在の状況っていうのは I don't have pens、ここはちょっと隙間がないかな、 pens and notebooks ですね。私はペンもノートもないんですということですね。そしてこれをですね、今、みんなが習っている、じゃあこの子の願いはどうなのかっていうと、私は今ペンもノートもないんだけど、ペンやノートを持っていたらいいなっていうことなんですね。だから I wish っていうふうにして、その次私、主語が来ます。でもこの私と持っているっていうものとの間には距離があるわけですよね。実際には持っていない、だからここに来るのは had 過去形を持ってきます。
I wish I had っていう風にすることによって持っていたらいいけど実は持ってないんですっていう文章がこの後ろに展開していくんですね。 Pens and notebooks ですね。はい、これでさっきと同じですね。私と持っているというのの間に距離があるということですね。なのでこれで私は持っていたらいいのにな But I don't have pens and notebooks っていう感じの意味合いが入っています。はい、それでは本文に入っていきます。So the first question, what does this campaign do? はい、このキャンペーンは何をするんですかという質問からスタートしていますね。はい、バックパックっていうのはですね、皆さんがもしかしたらもう持ってると思うんです。ディーバッグっていうふうに日本では言ってるんですけど、あれを英語ではバックパックっていうんですよね。バックパックっていうのはこうね、わかりますよね。リュックサックっていう、もう言わないですよね、皆さんね。はい、バックパックのことなんですけれども、スクールバックパックス。Travel overseas っていう風になっていますね。 School backpacks っていうのはもうここで見ると分かるようにランドセルですね。ランドセルって言ってもね、英語圏の人には何なのかが分からないので、このランドセルのことを School backpacks っていう風に呼んでいますね。でここでみんな気づくと思うんですけど、複数形ですね。はい、形のあるものがこう皆さんの目の前にこういう風にあるイメージで backpackというふうに複数形になっていますね。Travel overseas、まあ、海外を、なんていうんですかね、トラベルしているで旅行しているっていうちょっと比喩的な感じですよね。実際にはこのランドセルがトラベルはしないので、ただいろいろな国にですね、日本からこうね渡っていってるっていう感じのイメージだと思います。さあ次がですね、今回はパラグラフが一つしかないので、読んでいきたいと思います。 I wish I could go to school、はい、これがさっき、キーセンテンスでやりましたね。私はできたらいいのになっていうのがこの I wish ですね。そして何をできたらいいのになと思っているかっていうと I could go to school、 I could go to school なので、行くと行くことができるということから距離をとってね、できたらいいのになというふうに言っているわけですね。次、またクォートなので誰かがお話をしています。I wish I had pens and notebooks ですね。これもやっぱり I wish そうだったらいいのにな。I had 私がペンとかノートを持っていたらいいのになということで、ここも過去形の had に日本線。そして pens and notebooks、 ここに複数の S がつきますね。Children in some parts of the world feel this way ですね。Parts、 ここが S に丸になりますね。 Children in some parts of the world、 ここまでですね、主語はね、世界、子供たちって言ってから in some parts of the world、 世界の、どこかいくらかの、まあ、地域の人たち、地域にいる子供たちっていうことですね、の中には、feel this way、 このように感じている子もいますっていう感じですね。 We are running a campaign to help them、 はい、私たちはそういうキャンペーンを今もね、している状態にあるんです。進行形ですね。何をしようとしているかっていうと to help them、 そういう子たちを助けるためのキャンペーンをしているっていうことですね。これは to 不定詞になります。 Send us a news to school supplies、はい、and we will give them to those children、 私たちに送ってくださいということですね。何を送るのかっていうと unused to school supplies、使われていない学校の、学校用品だから、そのノートとかペンとかそういうものですよね。まあ、いろいろ他にもあるのかなと思うんですけれども、そしてカンマ and we will give them to those children、 私たちがこのキャンペーンをしている人たちのことですね。私たちが、それらをその school supplies っていうのを、それどこにいる子どもたちに will give あげたいっていうふうに思ってるんですっていうことですね。そして次 you can also donate your old school backpack、 こ
これですね、まあ、日本はですね、この独特のこのランドセルっていうものを小学校で使って、そして小学校を卒業すると実は使わないんですよね。なので、もう完全にこの使わないものとして余っているわけなんですね、日本のこのランドセル。なので、このランドセルをこの子たちにドーネイト、寄付をするっていう形で、寄付することができるんですっていうことを伝えているキャンペーンなんですね。あなたはね、You can also donate. Donate, 寄付することもできます。って言ってから何を ?Your old school backpack. ランドセルをっていうことですね。あなたの古い、ランドセル。うん。It can have a new life overseas. それはね、海外でね、新しい、a new life. 新しいその、まあ、なんて言うんでしょうかね。日本語で言うのが難しいんですけれども、新しいライフを持つことができる。まあ、また、その誰かに使ってもらえるっていうことになると思いますね。特に New Words のところは問題ないと思いますね。QR コードの、Word っていうところを見れば、この発音も全部わかると思いますので、キーセンテンスの下の Practice に入りたいと思います。それでは、Practice。ですね。For example, I wish I could go to school. これが、例でしたね、私は行けたらいいのにということで、実際には行けないっていう思いが書かれています。さあ、では1番ですね。I can speak many languages. はい、これはもう私の願いでも本当にありますけれども、これはですね、I can speak.私は実際話せるっていう人がこの I can speak many languages っていう言い方を言えますね。この問題の languages のところにできれば複数形の、S のところですね。丸をつけてほしいんですが。じゃあこれをですね、はい。私はたくさんの言語を話せたらいいのにというふうにしようとすると I wish っていうのがつくっていうことですね。この女の子、Hello, Ni Hao というふうにね、中国語も話せているイメージがあるんでしょうけれども、そうするとこの後ろに来るのは、I wish の後に I、これは私がですね。ただ実際にこの子は話せるのかというと話せないんですよね。でも話せたらいいのにという時にこの I could、これを使いますね。I could speak。これが答えになりますね。で、まあ、さっき S 丸って言ってたんですけど、これ S が複数形になってますね。次ですね、これが1番、丸1だとすると、今度丸2も同じように、I wish ですね。はい、私は何々できたらいいのにとか、何々だったらいいのにっていう時のこの I wish ですよね。で、やればいいのに。さあ次、I have more time to play. この男の子は looks so sad. He looks so sad. なんかすごい悲しそうなんですね。Because I think he doesn't have enough time to play. なんかこう遊ぶ時間があんまりないんですね。So his wish, 彼の願いは何でしょう、ここに I have more time to play というふうに言っているわけですね。なので I wish I さあHave っていうのが実際に持っていたら Have って言えるんですけど、持ってないわけなのでここが Had になって、持っていたらいいのに、何を持っていたらいいのかっていうと More time ですね。もっとたくさんの時間を持っていたらいいのに、何をするための To play、 遊ぶためのということですね。さあこれが2番、次が丸3ですね、はい。次もやっぱりちょっと悲しそうな子供たちが There are no hungry children っていう文章の下に書いてありますね。I wish、はい、これはとても世界に対していい願いだと私も思いますね、ここにいるこのもう何も食べられなくてねヘロヘロになっているこの子供たちを助けられたらいいのにとかみんないろいろ思うと思うんですけど、この一応文章としては There are なので
I wish の後に今度はですね I ではなくて there というのを取ることができますね。実際には悲しいんですけれども There are many hungry children なんですね。本当にたくさんの子どもたちが今日もご飯を食べられずに亡くなっているというあの時代なんですけれども、この文章が今度はもしいなかったらいいのにって言いたい。でも実際にはいるっていう時にはこの there are の are というのが、何になるんですか皆さん。過去形の were に変わりますね。I wish there were ですね。there were というふうにすることでこの実際には違う願いを書くことができる。I wish there were no hungry children というふうな言い方になりますね。で、このちょっと were のこの部分の説明だけをするんですけれども、So, do you remember what I said at first? I wish I were rich. I wish I were rich. なんかおかしいと思った人いませんか？で、I wish で I って言ってるから、I am の過去形は was じゃないのって思った子がいるかもしれないんですけれども、この was っていうのはね、これ I wish の後には使わないっていうふうに覚えておいてください。なので was を使う他のもの、例えば I 以外にも he とかそれから she とかっていうものでもあのこの was をね、普通は過去形になると使いますよね。 It was、for example, I can't think of any good example. ただあの過去形のね is っていうのの過去形は was って覚えてるから、例えばここに he とか she とかっていうのが入ってきた時もこの was はやっぱり使わないで were を使うっていうふうにだけ、それだけちょっと覚えておいてください。だから Please try to say I wish I were rich ね、金持ちだったらいいのにってみんな思ったことありませんか？なんかね、お金がもっとあったらこんなこともできるのにってね、やっぱり私は中学生の時本当に思いましたよ。そんなにお金がねないあのお家だったので、なのでそういう感じでちょっと覚えておくと I wish I were rich、 あ、そうだ I でも were だったなってすぐこの思い出すので、 was は使わないっていうね、わずは使わないんだなっていうふうにあの覚えておいてくださいね。 wish とわずはあの使わないんですね。文法的には使わないです、はい、もしかしたら口語表現を会話しているときには使っている人がいるかもしれないですね。一応今の文法としては使わないので、これテストに出るときに必ずわを使ってください。はい、それで、Scene 1の、内容はおしまいになります。Thank you so much! Bye bye!